皆さんこんにちは。さあ今日はですね、こちら先日ファームウェアがアップデートしまして車載の挙動が良くなったとの話の、アクション5プロなんですが、早速試してみましょうか。で今回ね、途中でAS Pro 2にねちょっと切り替えて、まあ、ちょっとその挙動とあと解像感ですね、これちょっと見ていきます。ただこの動画をね撮っている段階ではまだ僕そのファームウェアのアップデート後の映像を確認できていないので、まあ、もしかしたらちょっと自分のその言葉とね実際の映像はちょっとちぐはぐになってしまうかもしれません。はい、そしてここですね、今こうブレーキ踏みます、ぐーっと踏みます止まりました。ここですね、ここで変なお辞儀のような運動がないかどうかちょっと見てください。で今回ね 4K30p のホライゾンバランシングにしていますので、水平維持が効いている状態です。まあこのね挙動の悪さっていうのは相当まあAS Proじゃなかったアクション4の頃か、いやアクション3ぐらいからだいぶ言われ続けてましたけども、この辺のこう左右の傾きとか上下の動き、こういったものがね良くなってればいいんですよね。でもし今回このアクション5 Pro の、車載時の挙動が良好だったら、これ飛行機とかの離着陸もどうなんでしょうね。前のねオズモアクション4の頃とかは結構ね離陸の時とかにこう横に斜めに引っ張られるような、まあ、挙動があったりとか、いろいろとね、まあ、悪かないっていうかね、気にするほどかって言われたら、まあまあねないんですけども、 GoPro とかがめちゃくちゃそこ良好だったんで、ね、車も大丈夫なら飛行機も大丈夫かなみたいなことを勝手に思ってるんですけども、はい、いかがなもんでしょうか。今横に曲がっていきましたけど、そこでもどうでした。結構ね前のそのファームウェアのアップデート前のバージョンだったら、こう横にずっとかしがったまましばらくまっすぐ進んで、そこからじわじわ戻っていくっていう挙動だったんですけども、ここがね、改善されてるといいなと思います。さあまだ太陽の位置は大丈夫かな。そう、もう夕暮れになってきたんで、そうですね、あと持って30分ぐらいかなぐらいするともうちょっと夜になってしまうんで、もうこの辺は早めにやっておかないと、ね、せっかく普通の動画モードでやったんですけど、スーパーナイトの検証になってしまいますから、はい、やっていきましょうか。でね、今回のこのアクション5 Pro、まあ、いろいろねアップデートされたんですけども、その中でもこうレンズの部分でしたっけ、ちょっと僕もねここは未確認と言いますか、さっき本当にファームウェアアップデートしたばっかりなんでオプション画面で軽くしか見てないんですけども、設定の中に FOV レンズでしたっけっていう項目が追加されてるんで、まあそれをつけてそのモードにするとさらに画角が広がるよっていう、でもしそのレンズをつけた状態で広い画角を保ちつつ360度水平維持があったら、まあ言うことなしなんですけども、果たしてどうなることやら。まあ、ただやっぱレンズをさらに1個つけるってことですから、まあちょっと本体大きくなっちゃいますよね。そう、アクション5 Pro 何がいいってやっぱその本体コンパクトさがねいいんですけども、ここにさらにこう多分結構でかいデメキンみたいなレンズがつくと思うんですよ、 GoPro のレンズもと同じくね。そうするとちょっと取り扱いが難しかったり、携帯性ってところがね悪くなるんじゃないかなって、ちょっと大丈夫かなっていうところはあるんですけど、まあ、DJI のことですから、なんかこの辺はね、ちゃんと対策取っていると、はい、思いたいです。あとそうですね、USB の Type-C のポートから、ディスプレイポートか、それに変換してリアルタイムでモニターつけれますよみたいなのもありましたけども、これも結構人によってはね、使う人多いかと思います。このアクション5 Pro、まあ、結構ね、ファームウェア、これで2回目くらいかな。はい、大きくアップデートしてるんですが、もう一つあった、スーパーナイトの画質と解像感が向上ってありましたが、まあ、これはね、この動画撮ってる段階ではまだ全く検証できてません。今日この夜にちょっとやろうかと思ってるんで、そこは全く分かりませんけども、まあ、もし今回のアップデートで、この車載の挙動が良くなるんであれば、これすごくね、いいことですね。今まで、ね、ずっとちょっと AS Pro 2に押され気味というかね、すごい AS Pro 2いいよって話ばっかりしてきちゃったんで、なんかね、このアクション5 Pro もそう、ここはっていうところは見せなかったんですけども、それがようやく、こう皆さんに分かるような形でね見せられて、はい、良かったです。その携帯性がいいとかね、そのちっちゃいよっていうところはなかなかこの映像じゃ表現しにくいじゃないですか。まあ手に持ったりとかね、そのバッグにこう入れたり出したりするときはなんか差があると思うんですけど、なかなかこのポットでの映像でね、ここすごいよって言っても、ちょっと分かりづらいなって思うんですが、車載の挙動が良くなったっていうのは
これとってもね大きいと思います。まあ、あと今年の年末に出ると噂されている、DJI マイクミニですか。これもね多分ね、ポケ3とか、アクション5プロとの連携というのはできると思うんですよ。だから噂によると、このマイクミニが今年の DJI の、最後の製品になるみたいですね。だから前からちょっと噂されている360度カメラ、DJI 360はちょっと来年っぽいみたいですけども、はい。でどうなのかな、この DJI マイクミニって。今もねこれ DJI マイクス音取ってるんですけども、まあ音を取ってると言ってもそのピンマイクを挿してるんで、そのマイク2の内蔵マイクの音ではないんですけども、まあ結構ね、そう DJI マイク2単体のあのマイクってちょっと個人的には微妙っていうか、結構当たり外れがあるらしいんですよ。これに関してはね、あのサウンドバルキリーさんっていう方がめっちゃ細かく検証しているんですけども、ちょっとねその辺、そうマイク2は大丈夫かって話があったんで、このマイクミニではその辺解消してほしいですね。はい、といった感じでですね、アクション5プロをやりましたんで、次はエースプロ2に切り替えます。はい、エースプロ2に切り替えました。設定はですねフリーフレームにしまして、水平維持はオンにしています。なので動画モードの45度水平維持ではなくてフリーフレームの水平維持なんで、画角はね比較的広い、メガ広角に設定しています。はい、解像感はいかがでしょうか。でこのエースプロ2、前にもちょっと解説したんですが、動画モードでも水平維持があるんですよね。ただこの水平維持をオンにしてしまうと非常に画角が狭くなってしまいます。おそらく今のアクション5プロと同じくらいか、もうちょっとだけですね狭くなってしまうんですよね。だからせっかくのアクションカムの広角って活かせないことが多かったです。なんですが、このフリーフレーム動画にして後処理でね水平維持をかけることによって、まあ、広い画角は保ちつつそこそこ水平維持が効いている状態なんで、車載くらいであれば問題ないレベルの水平維持を、かけられます。はい、画角の違いとかはねどんなもんでしょうか。さっきと、あでもどうなのかな、同じ、いや同じではないですよね。前にも僕これ何回もねやって、あやっぱ広いなって話したんで多分大丈夫だと思います。ただ、まあ、やっぱりフリーフレーム動画なんで、この動画を撮った後で、パソコンとかスマートフォンの360スタジオで一回ね変換かけなきゃならないで少し手間になってしまいますね。まあ360度動画よりかははるかに楽なんですけども、それでもちょっとワンテンポね遅いと言いますか、普通の動画に比べて、まあ、ちょっとめんどくさいかなっていうところははいあります。でまあ挙動に関してはね、これはもう何度も、エースプロ2で僕車載撮ってますから、多分ねこれ大丈夫だと思います。前に 8K の 30p でやった時は、この横に曲がる時とか、あとこの上下の動きもちょっと出てたのかな、ちょっと上下は分かんないですけども、少なくとも左右のカーブ曲がった時になんか遅れてついてくるような、まあ、それこそポケット3で撮ったかのようなねちょっと挙動を示すことがありました。おそらくあれ 8K で撮ったことが僕影響してると思うんですよね。ただ人によっては 4K でも起きたってこともあったんで、ちょっとここに関してはねごめんなさい、検証はできておりません。まあ、今回は 4K なんで多分はい大丈夫だと思います。さあ2つのカメラ見てもらいましたけども、まだ太陽の位置は大丈夫かな、おそらくねまだなんとかなってると思います。まあ、前のねこのエースプロに比べてエースプロ2も、若干そのね暗所性能といいますか、通常の動画モードでも暗所性能結構上がってるんで、まだ全然ね暗所ってレベルではないですけども、まあまあとりあえずやっていきましょうか。皆さんはどうですかね、このエースプロ2手元に届きました。この動画を撮っている段階でもどうなんでしょう、少なくともその前の前の日くらいかな、インスタ360の公式ページ見たら在庫なかったんで、多分この動画公開されている頃もまだそうですね在庫は微妙かもしれないですね。本当在庫に関してはね一刻も早くね戻してほしいですね。せっかくこのね年末商戦に向けてっていう時でなんかすごい穴が開いてしまってて、しかもエースプロ2発売していきなりですからね、全然まだみんなの手元にない状態で、こんな感じの検証動画上げまくってるんでね、ちょっとリアルタイム感は全然ないですけども、あとそうですねこのエースプロ2レンズの曇り問題は、まあ、ちょいちょいね報告、来てます。僕の周りでも使っていくうちに内側のレンズ曇ったって話が、結構来ましたね。
ただ今自分の手元にある個体では特にそういったことはなかったです。もう今ね外の気温が 12、3度しかなくて、夜になるとほんと1桁になっちゃうんですよ。で1桁の状態でも、そこで動画撮って、で車の中に戻したとしても大丈夫でした。まあ表面がねちょっと曇るのはそれはまあしゃあないんですけども、少なくとも内側のレンズが曇ってしまうってことはちょっと僕の個体ではね、ありませんでした。その他にも細々した不具合は結構あるみたいなんで、ここはねファームウェアのアップデートで全部直ってほしいです。あとはまあやっぱり水平位置ですかね。ほんとこの S Pro 2できることすっごい多くて、設定もめちゃくちゃ多いんですけども、通常の動画では 4K30p しか、まあ、水平位置が使えない。4K の 60p にしても画角をね、なんか僕のやった感じではリニアとかデワーアップだったらちょっと水平維持が効いてる感じがするんですよね。これもちょっと未検証というか、これ他の方も言ってるんで多分水平維持効いてると思うんですよ。でその微妙に水平維持が効いてるからこそ、まあ、なんか車載時にそうぐわっとねちょっと視点がおかしくなるっていうこともなんか起きてるらしくて、ここもまあ何とも言えないですよね。そう設定がねちょっとあまりにも多すぎて、まあ、どれが悪いっていうのはなかなか特定が難しい状態です。設定がたくさんあっていい反面すごい迷うっていうね、その今この状況ではどのモードがいいんだろうみたいなことで、このカメラに対する熟練度といいますか、そういったものが少し問われてしまいますよね。その点ね、AS じゃなかった Osmo Action 5 Pro は設定がすごい楽なんですよね。もう基本水平維持ができるのはホライゾンバランシングしかないんで、もう水平維持使いたかったらホライゾンバランシング、それ以外はロックステディみたいな感じで、そんなに設定がないんですけども、 AS Pro 2はね普通の動画以外にもピュアビデオもあるし、フリーフレームもあるしっていう、そう動画モードで3つありますからね。でその中でそれぞれ手ブレ補正とか、あと画角ですよね、それの設定もあるんで、まあややこしいカメラですこいつは。まあ楽しいですけどね、その分かる人が使うとめっちゃ使い勝手がいいというか、そうこれ ここではこれだよねみたいな、ね、設定決め打ちできるんですけど、そうですね、いきなりこれパッと渡されて使えってなるとちょっと難しいかもしれない。はい、そんな感じで AS Pro 2で走ってきましたがどうだったでしょうか。今回のOsmo Action 5 Pro、これがねよくなってるといいんですけども、多分この動画がねアップロードされてる頃は僕インタービーに行ってるんで、ちょっとコメントとかねすぐ返せないかもしれませんけども、とりあえずあのコメント自体には目を通して必ずね、全部書き込みますので、よろしくお願いいたします。ということで今回はこの辺で終わっておきます。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね皆様何かも参考になれれば幸いです。で今後もですね、こんな感じで車載動画ですとかいろんな検証やっていきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。